出土時の巨大柱、出雲大社境内遺跡。出雲大社境内遺跡は、島根県出雲市大社町木月東195にある、出雲大社の境内とその周辺を含む27,100平方メートルの遺跡。2000年に、平安時代末から、鎌倉時代頃の出雲大社本殿のものと、考えられる巨大柱が発見されたことで知られている。出土遺物は、国の重要文化財。 巨大柱の再現神話に登場する出雲大社は、国譲り神話として、古事記日本書紀、そして、出雲国風土記に記載があり、古くから、現在の所在地付近に神殿が造営されてきた。これらの記述によると、文献の書室時点で巨大な神殿が造営されていた、ことが推定されている。以下、危機より抜粋。2000年、 同体社境内での地下災令準備室の建設が行われるにあたり発掘調査が行われ、巨大な柱3本を鉄の帯板で束ねて1本にしたうまめ柱と見られる巨大柱の遺構が発見された。出土遺物から12世紀から13世紀頃の本殿と考えられている。出土した遺物は2010年6月29日に国の重要文化財に一括指定された。 ありがとうございます。